東京都で今日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は8021人でした。先週の土曜日からは5。4人増加しています。重症者用の病床使用率は昨日から0.8ポイント上がって 11.、11.0%全体の病床使用率は0。.8 ポイント上がって39.7%でした。 全国の新規感染者は7万9486人となっています。